これですね、僕がデビューしてちょっとしたぐらいの時に、作った曲で、当時住んでいたマンションっていうか、アパート。いや、アパートより良かったよな。ハイツ。コーポですよね。レジデンスじゃないもんな。まあ、新宿が見えるんですよね、新宿の高層ビルがね。で、いや、実際その、CD でも、実際のそこの住んでた部屋のサッシを開ける音とか、その、目の前走ってる高速道路の音とか、そういうのを実際に撮って CD に入れました。はい。ちょっとね、やっぱり今でも歌うとちょっと切ない気持ちになってしまいますが、はい。聴いていただきたいと思います。
手にエピソード作って誰の人生や思うといや切ないね切ないね切ないな人の人生乗っ取るのは良くないと思いますよ、まあ、悔しかったら乗っ取り返すんだなああ。乗っ取り返しますか。どのような乗っ取り返し方をしますか。僕はね、僕のじゃあ乗っ取、僕がこれを書いた書いた時はどんな状況でどう帰ってどうしたのか聞きたいね。本当いやもう結婚してすぐの時でしたね。もうはん。なかなかね、相手とうまいことこういかなくてね。それでまあ。晩ご飯にね、うん、本当頼ますわ。どういうことですか本当に。お願いしますよ。何が頼むとかお願い、何のことかが分からない。僕がもうこれは僕の、まあ、近年の最高傑作ですよね。あ、はい。じゃあ。いいですか？いいですよ。また君を怒らせた。やがて泣き出した。少し寒くなった夕暮れに君が出て行く。仕方ないから今夜は冷蔵庫のカレーを温め直して待とう。君が帰る生まれの何かうまい言い方を探しているんだけど、なんでもないようでなんとなく消せるような、そう作りすぎたカレーをよく朝食べるよ。一度冷めてまた温めてそれでいい。一度冷めてまた温めてそれでいい。そろそろ探しに行こう。もう暗くなるから、いつもの河原で案の定君が待っていた。もし君が本当にいなくなったら僕はどうすればいいんだろう。手をつないで帰ろう。とりあえず何がどうあれ僕たちはずっとこの家で暮らしていくんだよ。何十年先までそう思ってたより少なかったカレーを温めて譲り合う振りで取り合ってそれもいい。だから来週あたりまたたっぷり作ってちょうだい。カレーライス for me for me。 Thank you.
朝食べるように一度冷めてまた温めてそれでいい一度冷めてまた温めてそれでいい一度冷めてまた温めてそれでいい